はいはい、皆さんここまでは雑な始まりだな。おい、今回からスーパーマリオ 3D ワールドというゲームをやっていくよ。前までやってただろ。おい、霊夢言ったの落ち着け。改めまして皆さんポコニャチは、この作品ワールド8のクッパを倒したところで完結としたのですが、かなりのご好評だったため、今回からその続きのステージワールド9からプレイしていこうと思います。いやー、これもすべて私の可愛さとプレイスキルとトーク力あってこそだよね。映画自賛すんな。さて、このシリーズということでゲストの方がいます。にょん、皆さんお久しぶりです、ヨウムです。ゲストというより、このシリーズではもうレギュラーだよね。そう言っていただけると嬉しいです。また恐怖の日々が始まるのか、楽しみにしててくださいね。わー、早く始めよう。おお、久しぶりだなこの雰囲気。なんでポコニャンがプレイしてるんだ。最後のクッパを倒したの僕だったでしょ。まあいいわ。ところで後ろに妖精炭が集まってるわね。妖精炭って、おかわりないようで安心しました。箱なの。まあまあ、おお、ロケットじゃねえか。うん、このロケットでワールド級に行けるよ。ということは宇宙のステージですかね。よし、宇宙を目指してレッツゴー。はい、到着。はい、綺麗なところですね。新しいワールドがオープンしました。安定のナレーターだな。いや、宇宙もこんなに簡単に行ける時代になったんだね。現実ではそうでもないと思うが、ま、とりあえず最初のステージやっていきましょう。まずは誰からプレイするんでしょう。もちろん僕が。絶対だね。ちょっとレインボーパーク。よっしゃ、私の番だぜー。マリサ、このステージはかなり落ちやすいから気をつけるのよ。わかったぜ。ピーチのそのチート滞空時間を活かして進むといいよ。チートって公式の能力なんだから別にいいだろ。それにしても久しぶりすぎてプレイがうまくいかないな。いつもそんなに大したことなかったわよ。おい、お前そういうこと言うなし。まあまあ、それより猫スープじゃん。よっしゃ、久しぶりにナオを言ってやるぜ。ちゃんとダメージ食らわなければの話だけどね。頑張ってやってやるぜ。ところで、グリーンスターはどこだ。あ、あのいつもスターコインと間違えるやつか。作品を行ったり来たりしてるからわからなくなるんだよ。あ、ここにドカンとありますね。ああ、行きたいのは山々だが、何せ足場が不安定でなかなか行けないんだぜ。すぐ足場のせいにする。これは本当のことなんだってば。よし、なんとか登れたぜ。グリーンスターは、と。あ、これ前にやったことあるよな。そうね、玉をあの P スイッチに同時に押せばグリーンスターが出てくるわね。一つずつやっていけば問題なさそうですね。ああ、だが意外とこれ難しいぜ。まあでも、左側に入れる方が簡単だからね。先に難しい方をやってたな。ほんとだ、確かに簡単だったぜ。というわけでグリーンスターをゲット。この感じ久しぶりね。あ、そういえばこのシリーズ、ハンコもあるんだったな。そうそう、忘れずに取っていかないとね。おう、だが、どこにあるんだ。この先のプレッシーに乗る場所にあるわよ。おお、プレッシーか、懐かしいぜ。結構お世話になってますよね。で、どこにあるんだ。右側にいるといいよ。ほいほい、あの輪っかのところだね。よし、ハンコゲット。ここまですごく順調ですね。さて、奥に緑コインを集めるスターがあるが、ですが、ここに火をつける場所がありますね。だが私フラワー持ってないぞ。この辺りに何かしらあるのか。お、発見。マリサ正解。私にかかればこんなの朝飯前よ。でも一瞬フラワーを取り忘れて焦ったということは、内緒にしておいてくれ。お、これは全てのパネルをめくるやつだな。うん、ヒップドロップだと範囲が広がってやりやすいわね。おう、てかパタカロンがいるのか、厄介だな。そうですね、空中に浮いてますので手伝ってはくれなさそうですし、ファイヤーは効かないし、復活する能力まで持ってるもんね。なんとか頑張ってやっていくしかないな。それにしても、このドット絵は一体なんだ。あ、隠しブロックが。忘れてた、これは巨大キノコね。こんなに便利なものがあると分かってたなら最初から取ってたぜ。ま、まあしょうがないんじゃ。ゴーマーだれー。リンクじゃねえか。いやー、ゼルダの伝説の時岡は何周もプレイしたな。私はムジュラの仮面が好きだったわ。あれか、オカリナで日にちを戻すのが大変だったな。戻ってきましたね。うんと、ちょっと巨大が溶けるのを待つか。え、なんで。
小さくなった時に落ちる可能性があるからな。マリサは下手くそだからね。声を揃えて言うんじゃねえよ。それよりこの緑コイン、8枚一気に集めないと。頑張ってください。よっしゃ集まったー。これでグリーンスターも全部集まったわね。あとは、ゴールだけか。空中ブランコはタイミングよく行かないと。ここまで来て失敗はしたくないぜ。あともう少し、手乗れてない。よっこらセット。テイマめちゃくちゃ危なかったよね。別にこれが特普通だし。めちゃくちゃ動揺してるじゃん。ふぅ、これでゴールか。やっぱりワールド級に入って一気に難しくなりましたね。マリちゃんコインするなの？え、別によくね。あんなにコインをスルーするとは考えられない。お前と一緒にすんな。ふ、早速にゃおが言えたぜ。ありえない。コインを。ありえない。お前いつまで言ってんだよ。霊夢のお金に対する執着心は相変わらずだな。うふふ、でもまたこうやって皆さんと一緒にプレイできるなんて嬉しいです。うん、こうなったらこのシリーズすべて制覇しちゃいましょう。がぜんやる気が出てきたね。よし、それじゃあ次は私がプレイする番。そうはさせないぞ。また始まったよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次にも、ゆっくりしていってね。